リニア問題を議論する国の有識者会議の透明性について、県脇の国土交通省に意見書を提出し、改めて会議の全面公開を求めました。リニア工事と大井川の水問題などを議論する国交省の有識者会議は、会議の透明性を条件に県が設置を認めました。しかし。 報道機関と利水団体がウェブを通じて膨張するのみで、県は全面公開とは言えないと指摘しています。先週、国交省の赤羽大臣が全面公開の要件は満たしていると発言したことを受け、県は一般の人が直接情報を得ることができないなどと指摘する意見書を国交省に提出しました。国交省はこれまで県に対し、 政府行動関係者の傍聴議事録の開示などで全面公開の要件は満たしていると説明しています。